富士山、レーダードーム館から望む富士山富士吉田市立富士山、レーダードーム館は山梨県富士吉田市にある富士吉田市立の科学館、富士山浸水公園内にある、日本の気象観測に欠かせない存在であった富士山レーダーを移設し、体験学習施設として公開している。1階、富士山レーダーの軌跡2階、富士山からの気象観測3階、 35年の役割を終えて1964年に設置された富士山レーダーは日本の台風観測の取として利用されてきたが1999年にその役割をひまわり5号に周辺のレーダー観測を静岡県の牧野原と長野県の車山に譲り35年の歴史に幕を下ろしたその後年月に陸の富士吉田市に移設され 2004年に体験学習施設として一般公開を開始した。富士吉田市立富士山、レーダードーム館の設置及び管理に関する条例、指定管理者制度導入施設一覧、ABC 営業案内 ABC 富士山、レーダードーム館入館者30万人突破。ありがとうございます。